ありがちざんまい。あそこに難がある女にありがちなこと、どんな難があるんでしょうか。数分後、数十分後、ちょ、長くない？すまない。なんでだろう。俺、巷じゃ秒速のありよって言われてるんだけど。それ嬉しいか？なぜか今日は全然昇天する気配がないんだ。ごめん。ねえ、それってさ、え？私のあそこが、こういうこと？いや、謎解きで伝えるスタイル。いつも秒で昇天する相手がなかなか昇天しないがち。ガバガバってことね。ねえねえ、ちょっと相談なんだけどさ。その感じ、なんか悩み事ね。何、どうしたの？この前さ、営み中に、1回の行為で体位を15回ぐらい変え、ちょっと待って、16回だっけな、15回、どっちにしよっか。どっちでもええわ。うん、じゃあ15回くらい変えられたんだけど、それってどういう意味があるんだろう。いや、1回の行為でそれは変えられすぎじゃない？だよね。こんなに変えられるってことは、そりゃあ、こういうことなんじゃないの？あんたもその伝え方するんかい？気が合うわね。行為中に何度も体位を変えられることが多くありがち。まあ、でもつまりは、ブツが大きければいいということだよな。ああ、今日も仕事疲れたーというわけで、今日はボキボキ整体に行っておっと、体中の至るところをクラッチしてもらうわよ。整体にて。よいしょ。はい、右向きますよ。よいしょ。いやー先生、気持ちいいです。これで体も整った気がします。何言うてんすか、全然整ってないっすよ。お客さん骨盤ガタガタですからね。寝言は寝て言うてください。そこまで言う必要あります？だいぶオーバーキルやと思うんですけど。あとお客さん、こんだけガタガタやねんから、きっとえ男の人には満足してもらえへんと思いますよ。マジでそこまでは言わんでええと思う。そしてそれマジ？骨盤と締まりは結構深い関係にあるからな。骨盤がずれたり歪んだりしていると、あそこに難ができがち。早期治療をおすすめします。洒落た洋風にアプリでマッチングした女の子だぜ。というわけで、今は待ち合わせ場所に来ているんだが、女の子はどこかな。ちょっとぽったりしていたけど、肉付きがいいということは締まりもいいということなのだ。楽しみだ。こんにちは。どうもこんにちは。よろしくお願いしまういっす。まさかのウィスパー挨拶。思ってた通り面白い人。では早速ホテルへウィスゴー。もうウィスパーいいですね。よし、つかみはバッチリ。さあ、このマシュマロボディを堪能するでウィス。ウィスパーにとるな。数時間後。はあ、気持ちよかった。アリオくん最高だったよ。え、ああそうですか。ならよかったです。はい。なぜだ、なぜあんなに圧迫してくれそうな肉を蓄えているのに、中はゆるゆるなんだ。これはもしや、妖怪の仕業でミスか。やめろ。体の外側は肉厚でも、体の中は割とゆるくありがち。そろそろレベル5に潰されそう。ふーん。今した人も、昇天するまで遅かったな。やっぱり、私のあそこが。ガチコちゃんってさ、あそこゆるくね？もしかしてさ、めっちゃ遊んでる？いろんな男とやりまくってる？だからあそこがゆるゆるなんじゃねえの？変に！遊んでねえわ、てめえは。ただの実験だいじゃ。そしてあともう一実験付き合ってもらうことにしたわ。数分後。巻き戻し。ガチコちゃんってさ、あそこゆる。変に！何？どうしたの？あ、いやいや、ガチコちゃんのあそこがゆる。トリア！だから何よ、さっきから。俺が聞きてえよ。あそこに難があると遊びまくっていると思われてしまいがち。またチートを使いました。すみません。気持ちよかった。え、嘘、待って、昇天したの？え、おお、したした。マジでしたぞ。気持ちよかったな。え、嘘。だってまだ追っ立ってたよ。普通果てたらしぼむんじゃ。いやいや、それは。なにこれ。早く吐いちまった方が楽だぞ。え、あ、いや、吐くも何も本当のことだよ。きっと親御さんもそんな嘘つきに育てた覚えはないって泣くだろうな。とりあえず腹減ってるだろ、これでも食べな。本当はお前言ってないんだろ。はい、言ってません。やっぱりやるすみません、変な気使いました。気を使わせて申し訳ないけども。昇天していないのに、昇天したと嘘をつかれがち。逆に傷えぐられるよな。何かいい対策ないかな。いい感じに縮まってほしいんだけど、そう簡単に行くわけないよな。でも一応ググってみるか。何かいいものないかな、ないかなと。ん？何これ、緩みを良くするアイテムなんてものがあるの？しかも1日10分から15分使えば、あなたのあそこがしぼしぼしぼリンピック。ポチッとな。コートル、あ、締まりを良くするアイテムで緩み解消を目指しがち。どんなアイテムなんやろ、気になるな。あんたの物でか物、そういうのが好物。ウィーン。ペレ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 。お、アリオから電話だ。なんだろう。はいはーい。
ーい。はい、ガチコ、今からジム行って汗流そうぜ。いいよ、そういうの。運動とかだるいし。めっちゃイケメンマッチョいるぜ。場所はどこ？ですよね。ジムにて。おい、ガチコ、欲求不満なのか？なんでそうなるのよ。だって、どさくさに紛れてずっとくんに。言ってねえわ。もう余計な体力使わせないでよ。あ、疲れた。いや、にしてもガチコ、全然腹筋できてねえじゃん。普段からしてるわけじゃないんだから無理だって。でも腹筋は大事だぞ。別に生活に支障出てないし、いいわよ。あ、ちなみに腹筋したらあそこの締まりが良くなるらしいぞ。めちゃめちゃ頑張っとる。こりゃ連れてきてよかったな。腹筋や下半身の筋肉がないとあそこに難が発生しやすくなりがち。インナーマッスルというやつですな。いやいやいや、漢字に関しては編集のせい。いいなぁ、ともみは。何よ急に、何の話？だって彼氏と順調じゃん。私の場合、あれの緩みで彼氏作ってもすぐに捨てられちゃいそうでさ。ねえガチコ、一つ聞いてもいい？え、何？あんたってさ、一人でしたりしてる？いや、全然しないよ。え、マジ？うん。セフレいるのに？うん。あ、てかセフレがいるからか。まあそれも一理あるかもね。一人でしたくはない感じ？いや、どうやればいいかわかんないし、つまんなさそう。一人でやることが多いと締まりが良くなるかもよ。詳しく聞かせろ。いや、興味が急上昇。だってほら、一人でしたら、うんうん、中がキュッキュッってなるから、それを何度も何度も繰り返していると良くなるかもよ。ありがとう、ともよ。早速試してみるわ。いや、帰ってからやろうか。自己発電することが少ないとあそこに難が生まれてしまいがち。まあでもこれは男もそうらしいからな。そう、勃起力の話。あ、うん。あ、でもガチコ、注意しないといけないこともあるよ。え、何？しすぎはダメ。しすぎダメね。わかった。あと、え？本物より大きいのも使っちゃダメよ。あ、そっか。余計に緩くなっちゃうもんね。そうそう。いや、聞いててよかった。ズッキーニくらいの行こうと思ってたから。私も言うててよかったと心から思ったわ。別の日。まあ、ともみはしすぎはダメって言ってたけど、そんなことあるわけないじゃん。普段だってしないのに。やりすぎなんてありえないよ。というわけで、実践。数時間後、長っ。しすぎて逆効果になってしまいがち。結局かい。なんだよ、お前ゆるいくせに偉そうに。はあ、あんただってね、いつもゆるいゆるい言ってるけど、本当はあんたのブツがミニマムサイズだからなんじゃないの。んなわけねえだろうが、笑わせるな。俺のはアサルトショットガンだぞ。そんな破壊力ある球を何発も連続で打てるわけじゃねえだろうが。誇張表現すんな。あんたなんかせいぜいスイスミニガンよ。誰が世界一小さい銃やねん。よく知ってんな。ほんで、そして私の中の狭さはミルエンズ公園ぐらいよ。アメリカにある世界一小さい公園だからよく知ってんな。行為がうまくいかない理由が、息子とあそこのどっちが悪いか喧嘩になりがち。どっちでもええわ。よし、最近は運動もしてるし、届いたアイテム使ってるし、自己発電もちゃんとしてるし、あそこもいい感じになってきたと思う。うんうん。さあ、もう一っ走り行こっと。おー、ガチコ、ランニング中？あ、ミサキ、奇遇だね。ねえガチコ、ちょっと相談なんだけど。唐突ね。何？最近私、驚いたり笑ったりしたら、なんか反動でおもらししちゃうんだよね。なんでだと思う？それは、あそこがあんたの喋り方と同じだからだと思うぞ。だよかった。ゆるいのよ。股関節がずれてたり、筋肉が落ちてたりするからよ。なるほど。だから運動したり、普段から整えたりして、しっかりとケアしていかないと、あそこが大変なことになるんだよ。そうなんだ。わかった。私も頑張ってみる。うんうん、その息だよ。数日後。ガチコ、びっくりした。で、え？ミサキ？あんたのおかげで蛇口が閉まって解消できたわ。ありがとう。いや、喋り方まで閉まっとる。ちょっとのおもらしは、あそこの何に繋がっていがち。ミサキおもろ。あれ、ちょっと待って、ガッ。え？フィニッシュ。あれ？ねえ、アリオ。なんだよ。もしかして、果てました？いや、別に果ててねえよ。ちょっと腰に痛みが走ったから止めただけで。ふーん。なんだよ。じゃあ、よいしょ。あ、ガチコ。今度は私が動いてあげるよ。だったら大丈夫でしょ？いやいや、ちょっと待って。まだ俺。それ。だはー。相手の昇天するスピードによって、あそこの回線が分かりがち。よかったな、ガチコ。さあ、生活を楽しめた。というわけで皆様、今回のありがちなこといかがでしたでしょうか？楽しんでいただけましたか？もしよろしければ、コメント、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。動画の評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ、ご視聴ありがとうございました。